はい、こんばんは。スカイキャッスル第7話見終わったので感想考察レビューですけど、青葉が犯人、青葉がミクを突き落としたんじゃないのかということでね、なんかねそういう考えが芽生えてきましたね。ルリは確かに怪しいんだけど違うんじゃないのかというね。ルリはね、できればねミクをね殺してやりたいと言ったけど、そういう場合って本当にやらないでしょみたいなのありますよね。本当に殺す場合って何も言わずに殺すでしょみたいな、何でもそうでしょ、こう粛々とやるでしょ。本当に訴える場合ってさ、何も言わず訴えるでしょ。例えばでさ、よくさ訴えるぞ訴えるぞって言って脅す人いるけど訴えないでしょ。うん、でなんで青葉が突き落としたのかっていうのはね、後で説明しようかと思うんですけれども、はい。でね、今回の内容を振り返っていきたいんだけど、ミクがふてぶてしいということで、ふてぶてしい振る舞いにルリが怒るんですよね。あの女なんとかしてよって、ね、要するに追い出してよとかね、ルリは思うわけなんですよ。なんであんなふてぶてしい態度をお母さん許すのよみたいな感じで。でもお母さんの際はね、本当のことを言えないでしょ。ミクから脅されてると、ミクは実はね、あなたと姉妹なのよって、同い年の姉妹ですよ。同時期にね、2人の女性と付き合っていたから同い年の娘が生まれたわけですね。要するに秀代はですね、ミクのお母さんと付き合っていたけど、サエとも付き合っていたっていうか、サエがね、まあ、嘘ついてね、自分は学歴があるんだよって、秀代のお母さんに嘘ついてさ、で秀代のお母さん学歴ある方と結婚してみたいな感じでさ、要するに看護師だったんですよねミクのお母さん。だから看護師より、まあ、ハーバード大学のサエの方を選べと、まあ、ハーバード大学嘘だったんだけどっていう話で、だからそのハーバード大学嘘だっての知ってたら看護師のミクのお母さんとの結婚、まあ、渋々許したかもしれないですよね。はい、サエは秘密握られてるからミクを野放し状態ですよね。んでミクもいろんな要求したでしょね、なんかクレジットカードをくださいだとかね、ルリと同じ待遇にして、要するにミクの部屋をさルリの部屋と同じ壁紙にしてとかさね、ベッドも同じのにしたいとかさ、うん、いろいろ言いましたよね。うん、で、今回ミクの素性をね、まあ、九条は知っていたということで、でサエはね九条に怒るんですよ。知ってて黙ってたんですかってね。うん、ね、で、九条にね、私がお嬢さんを刺さるというふうにね言われてね、さえね、九条に言うんですよね。浅見家を混乱させて何が楽しいんですかと、あなたと関係終わらせるとさえ言うんですけどね、そううまくいかないんですよね。ルリがね何しろ九条先生九条先生ってね、言ってますからね。で、予想問題的中率がほぼ 100%。 問題のあのもね、問題そのものは、まあ、内容同じなんだけど、ちょっと言葉表現だけ変わってただけだったっていうことで100点満点取ったんですね。予想問題をやってたルリとかさ、予想問題をさね、夏目家にもね、うん、タダであげてたでしょ。子供同士やり取りしてたでしょ。で、青葉なんか1問しか間違えてないのにね、4位だっけ、4位だよとか言ってたでしょ。うん、要するに予想問題そのまま丸暗記してれば学校でのテストは内心は良くなるってことですよね。まあ受験問題はさすがにね、受験は自力でやるしかないんだけども、内心の方がね良くなるのでね、かなり有利になるということで、ミクはね青葉にね、なんでこんなに問題がね予想的中率 100% かっていうと、小田先生が九条の秘書に学校のテスト問題売っていたということでね、それを青葉にね、動画でね、見せてね、売ってるシーンね、青葉も秘密を知るということなんですね。ただ青葉は誰にも言われずに騙したみたいですね。お母さんにも言わなかったですね。はい、あとね病院の方なんですけど、院長がねデータ改ざんして隠蔽してるっていうことを、まあ、隠したいんだけども、それが発覚することを恐れる院長がね、東原に協力してもらおうとしてるんだけども、前回東原と会食した時はね、まあ東原はね、うん、こう味方に引き入れることできなかったんだけど、で今回ね浅見秀夫とかも焦ってるんだけど、東原に協力してもらうために東原の息子が成績悪いというその弱みにつけ込むことにしたということで、その調べ上げたみたいで、
はい。で、東原がどうだ、ね、まあ、息子のことで、まあ、力になってあげるよとか言われて、味方に引き入れようとしてるんだけど、なんか私、東原、土壇場で協力しないとか、そういう態度取るのかなとも思うんですけどね。東原はなんか協力してもらおうとするけど結局失敗するって展開になるんじゃないのかなっていう、うん、ね、うん、で、でですね、渡るがですね、医大への入学の便宜を図れと、院長にね、言うんですよ。渡る息子ね、息子のためにね、院長にね、便宜図れとまで渡る言い出した。渡るは賞のためにね、うん、で院長にね、医大への入学の便宜を図れと言ったけど、さすがに院長そこまではみたいな感じで、まあね、言ってましたけど、どうなんでしょうね。うん、はい。で、ミクはね、もう本当ね、逆に言うとミクはちょっとふてぶてしい態度、挑発的な態度を取りすぎたって面はありますよね。ミクはね、ルリがね、遠くからね、隠れて見てることに気づいてて、アオバは気づいてないんだけど、ミクはルリが見てること気づいてて、わざと見せつけるようにアオバにキスして見せたと。これもね、性格悪いですよね。だからルリもミクも性格悪いですよね。うん、性格悪い。でミクが、ルリにね、秀夫の娘とバラしちゃうんですよね。うん、でショックを受けたルリ、ますます九条にはまって九条にね浸水していくということでね、九条しか信頼できない状態になっちゃうんですよね。うん、でルリとしてはお母さん信用できない、嫌いみたいな感じでね、うん、九条のところにね、うん、会いに行ってね、で九条がさ、もう悪魔の笑顔でさ、ルリを抱きしめるっていうね、うん、九条はね、なんかこうルリがね、自分の元に来てね、自分に浸水してるからってね、まあ策略ですよねこれね。九条はですね、あの香織のね、息子もね、こうやってね、うまくね、自分に浸水させたでしょ。冴島香織自殺したっていうね、ことでね、はい。で、でですね、泉とか、まあ、夏目美咲とか二階堂京子はですね、九条が怪しいということで、九条のことを、まあ、調べてるということで、まあ探偵を雇ったってことですかね。でね、瑠璃がね、九条のラボ入っていくところ、ミクが後をつけてたとかね、うん、そういうのもね、なんかこう報告で入ってきたということでね、うん、で、ミクのね、誕生パーティーみたいなのをやってたんですけど、そこで九条の予想問題が的中する秘密をばらそうとするんですけど、まあ、それね、青葉が止めるんですよね。うん、で青葉がミクをね、呼び出すんですよね。うん、はい。でね、ルリが九条に電話してね、ミクが不幸になればいいと、できればこの手でミクを殺してやりたいと、そういうふうにね、言うんですよ。これがね、まあこう伏線というか、逆に殺してない伏線になってると思うんですよ。うん、こういうことを言うってことは、殺したいと思っても実際はしてないということですよね。で、ミクね、こう青葉のプレゼントをね、こう開けてみたら時計が入ってたんですね。でミクね、なんかこう振り向いて微笑むんですよ。こう後ろから人が来る気配をね感じて、でその笑顔は絶対青葉ですよね。青葉を見たから微笑んだんですよね。これは間違いないと思うんですよ。だってルリがさ、後ろから来てさ、振り向いてルリの顔見たら、あんな笑顔見せないでしょうから、うん、見上げたしね、うん、見上げたってことは自分より身長が高いでしょっていうのもあるんだけど、うん、だからミクを後ろから睨んでたルリだけど、ルリが突き落としないと、誰が突き落としたということで、最も動機があるのは、まあ、ルリなんだけども、意外と青葉、まあ、ミクを殺そうとしたのではなくて、ミクと揉み合ってミクが転落事故落ちてしまったって可能性はもちろんありますよね。うん、でそれでも青葉がミクをね、ただ突き落としただけだったら、それこそサイコパスですよね。今まで青葉っていい子だったのにね。うん、だからなんかこうミクと
こう口論になって、それでミクが落ちちゃったと。でそれを言えずに、黙ってて、青葉は自分がね、自分とミクが揉めたからミクが落ちちゃったってのを言えずに、でミクが落ちてるところにね、ミクミクって駆けつけたみたいな感じになっちゃったのかなみたいに思いましたね。うん、まああとミクを突き落とした可能性あるのは、九条の秘書が突き落としたとかね。あと九条が直接手を下すかって言ったら下さないでしょと、間接的にね、うん、こう人を動かすってのが九条のやり口だから、直接はやんないでしょという。で九条の秘書がねミクを突き落とすってのはちょっとないと思うんで、やっぱり青葉かな。うん、なんか私見てて青葉かなって疑ったんですよね。うん、前回は全く青葉とは疑わなかったんだけど、6話目見た時は、今回青葉しかいないのかなと。だってアリバイで言うとさ、他の子供たちはさ、なんかゲームやってたでしょ、プレステだかなんだかやってたよね、スイッチだかプレステだかなんかゲームやってたでしょ。であとあのお母さんたちはなんかレストランかなんかいるんでしょ、いたでしょってことで、うん、もうこれは青葉一択でしょっていう風にね、はい。で次ね、東原の息子がですね、あまり優秀じゃないっていう、そのね成績悪い東原の息子がなんか重症で病院運ばれてくるんですよ。でミクが病院運ばれたのね、最近に。その後ね東原の息子が運ばれてきたのね。で、秀夫はあの東原の息子を先にね手術するって言い出したのよ。で秀夫はですね、ミクが実の娘だってのを知らされて分かってたらね、ミクを優先したでしょうけどね、さすがに。でも知らないから、やっぱりミクは他人だからね、東原の息子を優先するわけで、東原にはさ病院の、まあ、データ改ざん隠蔽をさ隠すことに協力してもらおうと東原に接近してるから、東原の息子を助けることでね恩を売れるでしょということで、もう絶対にもうこれは東原の息子優先しなきゃいけないっていう思考になっちゃってるんですよね。うん、で、結局あのミクがね秀夫にねお父さんって言うんだけど、声が小さい、かすれてるっていうかね、声が小さいからね、秀夫がね、ちゃんと聞こえていたのか、秀夫はお父さんと言われても何を言ってるかって意味が分からなかったでしょ、聞こえたとしてもね。まさかね、自分にお父さんって言ってるとはって、実の娘だとは思ってないからね、分かってないからね、うん、でミクがねお父さんって言って秀夫に手を伸ばすんだけど、秀夫は言ってしまうんですよね、東原の息子の手術にね、ね手を伸ばした、手を差し伸べたのにね、ミクはね、うん、秀夫はその手をこう持ってくれない、握ってくれないしっていうことで見捨てられちゃったのよ、うん、でミクね、次回予告にミクがこう次回予告の写真写ってんだけど、ミク死ぬのかな、後回しにされて助からないのかな、うん、助かる可能性もあるけどね、ミクが助からなくて後から実の娘がミクと秀夫が知ってサエを責めるんじゃないのかと、次回予告でもなんかそんな感じのシーンがあったから、うん、であと次回予告で泉がね九条に言ってんですよ、小説であなたの罪を世に問いますと、そういう風なねシーンがありましたね、うん、であとサエがスマートフォンをね破壊するシーンが次回予告であったんだけど、あれ証拠隠滅ですかね、ミクのスマートフォンを破壊するってこと、ミクのスマートフォンにいろいろあの知られちゃやばいデータが入ってるから、要するにあのまあ壁紙もね、まあミクとあのミクのお母さんの壁紙だったあのスマートフォンなんだけど、そのスマートフォンを壊して証拠隠滅して、でミクが死んだから、もうそのミクと秀夫がまあ親子だってことも世間にバレずに済むということで、スマートフォンさえ壊しちゃえばってことで証拠隠滅と、そういうことですかね。ね、でミクはさ青葉にも言ってないでしょ、結局秀夫とミクが実の親子だってこと言ってないから知らないわけでしょ。まあ九条は知ってるけどね、九条は知ってるけどね、うん、ただあの九条が世間にバラすってことをしたらば、結局は証拠隠滅しても無駄ですけどね、
九条っていざとなったらそういうことするかもしれないですからね。結局ミクと秀夫がね親子だって九条がバラしちゃうってのはあるから、サエがミクのスマホ破壊して証拠隠滅しても無駄かもしれないですね。はい。ね、あとね、九条は家庭教師同時に2人までしか受け付けないっていうふうに最初の方言ってたけど、あと1人誰なんだと、それが謎だっていうふうに、まあ、考察してる方も多くて、そういう指摘もね視聴者の人もしてたんだけど、これは重要ではないようですね。うん、2人目ってずっと出てこないし、あと2話で最終回みたいなんですよ、全9話みたいなんで、これはもう考えなくていいみたいですね。はい。ということで、私青葉がやっぱ怪しい。青葉がミクを突き落としたっていうか、その揉み合ってて落ちちゃったって感じなのかな。でも、揉み合ってて落ちるっていうのはあんまないんだけど、でも青葉がさ、ミクを突き落としたにしてもそれはそれでなんか変だしね。え、突き落とすって言ってもさ、やっぱり手すりみたいなのあるじゃない、あるからさ、そう簡単には落ちないんだけどね。よじ登ったりしなければね。え、ふざけてミクがよじ登って落ちちゃったじゃないけどさ、それもちょっと変だし、青葉がミクをね、なんかミクがだからまたなんか青葉に言ったのかなっていうのはありますよね。だからミクをね、青葉からプレゼントもらって、プレゼントありがとうねで終わればよかったんだけど、もしかしてね、ミクがねペラペラ喋っちゃって青葉にね、例えば私本当は浅見秀夫の娘なのよとか、浅見家をね、脅して、乗っ取ってやるわよとか、なんかそんなことまで言って、青葉がそれは良くないんじゃないのかみたいに言って口論になっての流れで突き落とすみたいな、事故で落ちちゃったのかなミクはみたいな流れなのかな、というふうに私は考えてて、青葉を私疑ってますね。で、青葉って今までずっといいやつだったし、泉のね、泉の音、泉も泉のね夫もね、まあいい人寄りだったじゃないですかね。いい人寄りだったし、青葉もいいやつ寄りだったんだけどね、青葉がね犯罪者突き落としたってことになっちゃうのかなってことで、ね、びっくりですね。この展開は予想できなかったですね。あと病院のその隠蔽改ざんなんだけど、隠蔽改ざんが成功しないと、結局浅見秀夫もその隠蔽改ざんになんか加担してたとか院長言ったでしょ、君も罪に問われるんだぞみたいに言ってたでしょ、破滅しちゃうんじゃないのかな。だから東原がね協力してくれるのかなってのも怪しいんですよ。私東原って息子のことをね、まあ秀夫に救ってもらっても結局データ改ざん隠蔽に協力しないんじゃないかな、土壇場で。そこはそこはうまくいかないんじゃないのかなって私思ってるんですよね。息子のことを助けてくれたけど、その話は別だみたいに、そういうオチなんじゃないのかなって、まあ、考えていますね。はい。で、次回予告のね文章をちょっとざっとね、ちょっと読みますね。はい。スカイキャッスルで開催された誕生日の、最中に、この日の主役山田美久が高所から落下と意識不明の重体となり、帝都病院に救急搬送された。宿直中だった浅見さえの夫秀夫は、よもやミクが自分の実の娘だとは知らずですね、同じく一刻を争う厚生労働大臣政務官の幼き息子のオペを優先すると。ミクのオペは非番の医師の到着後ようやく開始されると。で、この、ようやく開始、ミクのオペが遅れたことによって本来助かるはずだったんだけど助からなかったのじゃないかという可能性が出てきましたよね。ミクが死ぬか、それとも死なないかってのはこれ両方あると思うんですけどね。これ難しいですね、この考察もね。はい。で、時を同じくして警察は事件性も視野に入れてミクの落下事故の捜査を開始と。
いうことで、であろうことかかねてよりビクと折り合いが悪く落下時に単独行動をとっていたサイの長女に、サイの長女ルリに疑惑の目が向けられる。そうなんですよ、アリバイがないんですよね。はい、そんな中母親であるサイからもルリは疑われてしまうということで、今や唯一信じられる存在であり、ある唯一信じられるのは九条だということで、ルリは九条に助けを求めると。でルリはなんか警察がね、次回予告のシーンで警察が来て連れてかれるのかな、あれ取り調べ受けるのか、そんな感じですよね。ルリが疑われるんですね。はい、でやがて事態は思いもよらない方向へと、ついにサイが秀夫にミクが実の娘だと明かすと、浅見家は崩壊限界値に到達。さらに九条に関する闇深き真実が発覚するということでですね、隣人のセレブ妻たちと共に九条の本性を調べていた泉に身を引き裂くような未来が忍び寄る。ってことはやっぱり泉に身を引き裂くような未来ってことは、息子青葉が捕まっちゃうと、青葉がミクの落下事故のに関与したっていうことがわかるってことかな。うん、身を引き裂くようなっていうことはやっぱそうでしょう。うん、そういうふうに思いますね。はい、ということで次回予告踏まえてもやっぱり青葉がミクを突き落としたということになるのではないでしょうかね。はい、ということでね、スカイキャッスル第7話の感想考察レビューを終わります。何かご意見ありましたらコメントをください。最後までご視聴ありがとうございました。